ん、どうもママドルです。ということで今日はいきなり私からクエスチョン。はい、じゃじゃん。今日の食材は世界最大の生物です。何でしょうか？はい、簡単だね。世界最大の生物って言ったら、はい、はい、動物で言えば、はい、シロナガスクジラ、最大全長33メートル。すごいね。食材ですかこれ？なんか巨体知らないけど今カンペ出ました。うっそ、答えはキノコですって。植物っていうか、植物っていうの、キノコって菌だよね。あれね、菌だね。1998年にアメリカオレゴン州の東部で世界最大の菌床が発見されました。はい、キシメジ科のキノコ、オニナラタケ。え、33メーター超え？違うよ。っていうか、それ超え。総面積は約10平方キロメートルで、推定の重量約600トン、推定の年齢はおよそ2400歳。紀元前。この面積に巨大キノコが生えているということではなくって、地下にある菌糸がですね、はい、その広さにこう広がって菌床を形成しているということなんですね。でも今日ここにそれが来るわけじゃないよね。どこにあるの？このお家入んないでしょ。てか千葉県なくなるんじゃない？いけません。機密がね。ということで今日はキノコを使った料理。はい、まあ、すっごいなんかすごい壮大なオープニングでキノコを使ったお料理っていうオチになるんですね。びっくりした。ほんとね、今日一応ほら私髪の毛切って今日キノコっぽいね。そういえばね、キノコっていうよりクラゲ、幻の雪男サスカッチ。なんで全く全く雪男に何でつながるのかよくわかんないんですけど、ヒバゴンとかねありますよね。なんかね、今日も一体何が起こるのか、はい、キッチンで楽しみましょう。はい、参ります。この番組は皆さんに幸せのレシピを紹介するお料理番組です。ごちそうライフ3ということで、タレントでおもてなしマスターの白崎仁さんです。はい、どうも白崎仁です。はい、よろしくお願いします。さあ、はい、今日も入ってまいりましょう。よろしくお願いいたします。もうね、オープニングでね、壮大な話をしてるんですよ。はい、みたいですね。すごかった。菌床って言ってね、はい、こうキノコの何、2400年ぐらい前の、はい、なんかこうからある、なんていうの、地面の中にある菌床って何、はい、そんな話をしたのよ。全然知らない。分かってないって。もうカンペ丸読みだったでしょお姉さん、それ。いや だって私知らなかったんだもん、うん、すごい勉強になっちゃって。鬼奈良竹っていう。お姉さんね、勉強になったっていうのは知識が入ってから言うんですよ。入ってないね。何の説明もできなかった。いやいや、もう菌床がなんかあったし、10平方メートルなんかキロメートル、すごいよね。ふわっとした知識を僕に入れなくていいっすよ。ということで今日はキノコを使ったお料理、はい、何でしょうか？はい、私はですね、キノコのクリームフィットチーネ。おいしそ う、おいしそう。パスタだ。やった。家庭にあるもので、はい、ちょっとね、プロの味になるような、ね、本格的なフィットチーネ。本当だ、普通にネネタケとかあるし、あ、そうだね、本当だ、瓶詰めの。すぐ隠し味出しちゃう。ね、あ、ごめん。大丈夫です。これもキノコですね、今日ね。楽しみ。ポピュラーな。はい、そして私たちは、はい、ちょっとね、これをやっていただきたい。何ですか？まあ、ちょっと秋の行楽シーズンですね。はい、お弁当とかに、はい、いいですね。はい、ナスとキノコの豚バラ巻き。うわー、美味しそう。絶対美味しいに違いないですよね。ナスとエノキですか？ありません。エノキ。ナスとエノキ。エノキ。はい、ナスとイノキ。つまんないです。ナスとエノキです。はい。元気ですか？元気です。しょ。よろしくお願いします。何でもできる。ということで、レッツゲットクッキング。ちょっといい場所。はい、お二人がね、今日結構やること多い。はいはい、もうこれ、あのフィットチーネのお湯沸かしてあります。で、皆さん、あのフィットチーネ最近、はい、ほぐしておきましょう。キノコね、僕は。ナスを8等分にカットしていきましょう。縦にね、縦にね、間違いないと今日。まず真ん中で切って4枚4枚にね。そういうことですね。了解、了解。よいしょ。大葉を。で、これを4本だから、これをまた半分に切って、あー、やった。はい、やったね。はい、やった。はい、点数やった。これ、これ、はい、やった。これだよね。もう縦にスライス。すいません、ナスください。やり直しです。あー、こうやっちゃった。もう、やっちゃった。どうする、ナス。お姉さん、ストックなかったらちょっと。大丈夫、これをまたこう、こうね。これを4枚に切りたいわけね。スライス、こうやって、皆さん、そこからはできない。スライスです。はい、はい、お姉さん、はい、ここもちゃんと包装してください。大丈夫です。大丈夫じゃないんです。ナス、ほら、来ました、ほら。
はい、やり直しです。はい、すいませんね、皆さん。これはこれで後で使います。後でやりますからね。麻婆茄子にします。はい、麻婆茄子いいね。はい。普通に食べたい、ね、びっくりしたもんな。いや、びっくりするの僕らですよ。お姉さんは別にびっくりしてないでしょ。全然びっくりしてない。半分に切ってとにかく縦のスライスを8枚欲しいと言えばいいんですよ。ずっと言ってる、はい、縦のスライスを8枚そうそうそう、ね、そう、それを4枚だよ、こっちからね。うん、お姉さんお願いしますよ。これまた2分の1で切ってみていい。そうそうそう、もうとにかく8枚、あ、とにかく8枚でもう本当にね、怖いね、やばいんです、怖いよ。お姉さんだけ中華包丁とかだったら超えていくけどね。いいんじゃない、まあいいけど、これちょっとこれ片刃なんだよ。あ、違う、今日これすりおろしたいんだ。いや、もうびっくりした、大丈夫。今日は僕はね、ニンニク匂い出したいんで、すりおろします。まあ、オープニングで今日も何が待ってるのかって言ったんですけどね、キッチンで。すごい、早速だったからびっくりしちゃった。ナスは切り方違う、ね、いやいや、すごいお料理番組ですこと。ほんとすごいね、合ってる？1年持ってんだからね。大丈夫？ん、これは何？これ最初の半分、最初の半分置いとかないで、わわ、もう枚数分かりづらいじゃない。だってうん、これこれ綺麗だから、これ使えるじゃん、うん、綺麗なやつから、うん、そうそう、8枚ですからね、皆さん1本を8枚です。はい、ちょっとナイナイしましょう。ちょっと1回ナイ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 してくださいもう、はい、でもね、皆さん、まあ、なかなか8枚難しいぞ、これサイズがね。まあ大きい太いナスだったらね、あれだけど、うん、あのほら端っこの方はこんなになっちゃうんだもん。十分です、美味しいですか、そこいいですか、食べれます、食べれます。ちょっとほらサイズがね、はい、はい、8枚切りできました。はい、はい、そして大葉を縦に2等分、そう、縦に2等分、はい、はい、切って取ってもらってですね、はい、はい、大葉をちょっとこの芯の部分、そう、もうちょっと僕パスタ茹でていきましょうね。縦に2等分、こうですね、はい、はい、お弁当にも行楽に本当にぴったりなものが出来上がるそうよ。はい、感じですね、これね。はい、さあ、さあそして次には7分のものを、そしてえのき、はい、そうですね、石突き、7分のものを今日は4分ぐらいで茹でてやっていきます。これほぐせばいい、もう大丈夫ですね。ね、あとはこっちで火ですからね。はい、これをだからそれを8等分にすればいいんですね。半分にして、うん、そしてこれをまた半分にして、はい、そしてまたこれを半分にすれば、でもお姉さん何分の何ですか皆さん。お姉さんとトールさんといると飽きないね面白い本当におしまいがないのよ。おしまいだから私たちがおしまいじゃなくてね。だってさ、結構うちら3人ともちゃんとした大人でしょ、うん、そうよ、大人だよ2人で幼少の頃心配でしょうがないその2人でいたんでしょ、だって。そう、怖いわ、2人っきりでね、同じ釜の飯食ってさ、いたのよ。相当周りの子供たち引いてたんだろうないやいや、そんなことはない言われてなかった、あそこの山崎さんのところの、あそこの何、あの姉妹で遊んじゃいけませんよとか、なんかね言われてそう、疑惑があったかもね、うん、さあ、合わせだれを私は作ります。ウスターソース、はい、お願いします、はい、大さじ1、はい、これ 8等分したの、かわいいね、これ1個 20g なんで、今日は1人4個ずつ 80g、 どれがみりんかな。じゃあこれで材料は OK かい。さあ、じゃあ巻き巻きに入ってくる、はい、みりん入ります。はい、みりん入れてください、はい、そしてレモン汁、はい、これだね絶対、はい、はい、おー、分かってくれた、よかった、それ絞んなくて、はい、ね、これ飾りを最近僕ね、料理が器用になってきた。あの前ね、包丁使いながらこう喋れる料理人かっこいいなと思ってたんだけど、それプラスこっちも見とかなきゃいけないから、ね、すごい集中力が。しかも私たちは今日がね、いや初見ですからね、はい、あのすごくごちそうライフの収録好きなんですけど、あのお二人がすごくハッスルした時の収録終わってから家帰るじゃないですか、はい、何にもする気が起きないの、はい、ごめんね、なんかソファーに座って倦怠感と戦ってんの。もう全然普通ほらお仕事朝からやったらよし、ちょっと一杯ビール飲もうとか、そうだね、なるね、普通なるなる、うん、倦怠感、今日も撮影 OK みたいな、うん、もうないない、さあギロッポーン、はい、みたいなね、あ、それお姉さんのタフさを、お砂糖が入ったものを飲みますだけどな、どうしてそんなに大変なのかな。僕ちょっとパセリこれ軽くね絞ってます、はい、では進めていきましょうか、はい、じゃあこれをね巻いていくそうなんですよ。そうです、ね、合わせソース出来上がりましたので、うん、はい、巻く順番書いてありますかね。まずは豚バラスライス、まずちょっと一つやってみる、はい、スライスをですねこう開きます、準備しました。そしてここにナス、はい、このおナスちゃん、はい、端がいいです、じゃん、違いますよ、じゃじゃん
こうです。こうなの、はい、じゃん。そして大葉、よいしょ、8等分にします。じゃあこうね、ちょっと、はい、ちゃんと本格的にイタリアンやります。そしていよいよえのき、はい、まあ、いい塩梅に8等分に。こう、違う違う違う、こうでしょ。これでいいんですよね。なんかそう飛び出してたなて、ギュッとね、ギュッとね、ギュッと巻いて、でこれでも巻けばいいんですね。あ、そういうことお茄子は薄いに越したことがないということがわかりますね。そういうことなね、はい、茄子は薄く見えてきて、はい、今日はオリーブオイル、あとバターね、これをバターだけだと焦げやすいんで、オリーブオイルと半分で合わせます。真ん中に、お上手、こういう感じで、うん、ギュッとね、ギュッとやってて、よくこれあの串焼き屋さんとかに出てきてもね、ね、美味しいね。玉ねぎから炒めていきます。ううかか、ね、玉ねぎとギュッとこう巻きました。あとニンニクですね。でこれを8枚作っていきましょう、はい、家庭料理多かったからね、ちょっとイタリアンをね真剣にやってみようかな。よし、これでかいよ、ほら結構ボリュームが、ちょっとナスは薄い方がいい、ね、お酒とお水合わせておいてください。はい、先にやっぱ準備何でもしとくとね、失敗しづらいんでね。これとこれだから、えい、はい、キノコ入れていきます。はい、合わせておいた、お酒とお水合わせました。こっち置いときましょうね、分かんなくなっちゃうね。はい、からのシーソー巻き巻きが楽しい。これお粉は最後に振るの？はい、塩コショウしてからお粉ね。はい、これでも本当にお茄子は薄く切った方がいいわね。ね、ちょっとこれ熱いとダメよ。結構生きのいいお茄子ね。でも焼いたらふにゃっていい感じになると思うよ。はい、ベーコン入れてきます。またこの余力があるからさ、こんなになるとさ、うんうんうん、歯触りもいいんじゃない、うん、この茄子の食感が生きてくるかもね、この厚みがあったら、ね、さあこれぐらい火が入ってきたらですね、今日はこれがポイントです。なめたけ、なめたけ入れちゃいましょう。これであのね、あのいろんな難しいキノコ使わなくても、ね、ポルチーニだけとか高いキノコ使わなくても、なめたけでこれ旨味出ちゃいますから、そこがポイントですね。ポイントです。でここに生クリーム、生クリームはもうか絶対必要ですよ。これはそうな、ここで多分ね、もうそろそろフィットチーニ調子いいと思うんですよ。どうだ、楽しい、こうやってぐるぐる巻くの。お子さんは喜ぶわね、うん、これね絶対楽しい、これ家族で作るの、うん、おいしい。これで今ちょうど茹で加減 OK、 7分茹でのパスタがちょうどいいぐらい、よいしょ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 、でだ、あ、そっか、ボール欲しいね、よいしょ、わいい感じ、もう早いですよ、早い、城崎さんの方が早く終わりそう、早く終わっちゃう、よいしょ、頑張ろう、頑張れ頑張れ、まあ、単純作業ですよね、これも。そうね、うん、単純な作業ですけども、美味しいの、絶対美味しくなっちゃうんだ。で、ここに粉チーズ入れます。いい感じ、巻いて巻いて、で、ここにフィットチーネを入れていくんですが、まあ、絵が可愛い、これ本当に、ここにここで火を入れます。で、あの塩コショウはちょっとね加減、これお塩とこの茹で汁で加減していきましょう。楽しい、これ一発で決まったんじゃない、これ、これさっきのやつだったらさ、ナス大変なことになってたね、ってことよね。そう、あのままじゃいけなかったよね、あれ負けないと思うよ、城崎さんも騒ぐの巻きよね、そりゃそうだ私さ、ナスも一緒に巻く係とは思わなかった、ね、俺できちゃう、ナスは飛び出る役だと思った、ね、焼かない、そろそろもうできちゃういいよ、できちゃって、ちょっと待ってよ、やばいね、のんびりしすぎた、そう、美味しそう、出来上がってる、うん、やべ、急ごう、急ごう、あ、美味しい、うまい、あれ私のエノキフト、何も出ちゃうね、よし、OK でしょ、 OK、ね、ちょっと長いのがちょっと多い、よし、それから、はい、からの粉、小麦粉、はい、塩コショウをしてお粉かけます、はい、お塩、コショウ、はい、コショウ、これは裏表した方がいいかもしれない、ちょっともう下に残ってるのをこうつける感じ、はい、大丈夫ですね、できすぎちゃったよ、早いね、城崎さん何分でよ、15分でできちゃってる、すごいじゃん、10分提供じゃん、さ
はい、はい、OK、はい、さあ、うちらも焼いていきましょう。そうなんだな、こんなフライパンに油をひいて、はい、いきましょう。分量の油が入ります。さあ、そして、はい、OK です。はい、お粉を丁寧に振っていただきました。はい、裏表ついた？はい、裏表、はい、じゃあ焼いていきます。はい、おいしそう。ほんとだ、イタリア。黙って黙々と、もうそこまで、ね、白崎さん、お願い、2本目で倦怠感出さないで。3本あるの。はい、僕は完成です。できました。素晴らしい、ね、じゃあこっちも急いでいきますよ。はい、あとはバターで、巻いた一番、ま、巻き終わりのところから下にして焼いてってください、必ず、ね、なんか黙っちゃったわ、私何もやってないからねみたいな。あんまり触らなきゃ大丈夫ですよ。大丈夫、よりね、確実な方だ。もうお姉さん、あんまり触らない方がいいもんね。いやいや、ほらほらほら、巻いてるの上、巻き終わりを、うん、巻き終わりを一番下、そのためのお粉、接着剤ですから、お粉ね、コクも出ますけどね。はい、クリッとポイントですよ、皆さん。はい、ワンポイント、焼き目ちゃんとできてるやつもいれば、上になってたようなメンバーもいます。ね、出来たて、うー、湯気が立ってる。なんかね、バーベキューやってる感覚になってきた、これ今楽しくなってきた。さあ、焼き目が結構ついてきてますよ。ちょっと不思議目を、焼き目をつけるために。はい。なんかほら、じゃあ蒸し焼きにしますか。いいんじゃない。ダメ、ほら、これ。ああ、上手。こういうところ。あ、いいよ。ほら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 。いい。小さいお茄子だったしね。ね。その、じゃあ、まだ赤いところがあるやつを下にしていただいて。あ、いいじゃない、いいじゃない。いい。あ、素晴らしい、素晴らしい。うん。楽しい。この仕上がりは、これね、違う。いいな、こちら。お店のお料理だね、これね。そう。お店に出てくるようなお料理。で、はい、これちょっとね、火を弱くして、はい、ふたした、はい、で、火を弱くして蒸し焼き、蒸し、一気に蒸して、どうしてこれを焼くにあたり、これはですね、お酒とお水を、お茄子、火通りづらいですよね、はい、なるほど、うん、で、これで蒸し焼きでやると、ね、えのきとかもこうフライパンから浮いてんだけど、水蒸気でシーッと全体で馴染む、しっかり。なるほどね。で、味がまとまります。ポイントですね。ポイントです。だって大葉も入ってて、お肉も入ってて、茄子も入ってて、えのきの旨味がギュッと、うわ、そっか、ちょっと見て見て、すごい、うん、いい、せーの、チャッチャラー、全然大丈夫よ。しなってなってね、しなってなってきてる、ほらほら、うん、また太い、太いよね。太いことよ、あんたさ。じゃ、もうちょっと、ね、ちょっと火を中火に戻します。あ、これでもう入りますから。はい、中火を、簡単ですね。簡単、これで火入ります。簡単なのに、もうこれ一つがおかずになって、ご飯と味噌汁があればいいよね。すごい、あんちゃん、もう見た目ね、レストランとか、なんかどっか居酒屋さんとかに出てくるような一品になると思う、ね、うん、ちゃんとした居酒屋さんだよね、しかもね。ね、すごい、それが家庭でできるなんてだね。最初のあの茄子だけちょっと手切りだけね、しっかり薄く、8枚、うん、8枚薄く、あの厚さじゃないとなかなかね、火入ってこないから、入ってこない。でも、もうこれで入ってると思うよ。開けてみます、はい、せーの、タッタラー。あ、いいね、うー、完璧じゃないの。完璧、パーペキ、パーペキ、ほら、あのえのきがちょっと焦げたところって美味しいですよね。美味しいよね、うん、あー、かも、うわー、これいい感じ、ほらほら、もう、もう来てる来てる、うん、でいいと思いますよ、私。そろそろちょっと待って、弱火にしました。そしたら、じゃあこれを、はい、タレを回しかけて和えたら、最後バターで香りをつけて、レモンは添え物です、ね、はい、お飾り、はい、じゃあこの合わせタレ入れます、はい、ちょっと火弱くしてくださいね、焦げやすいんで、そのタレ今一番弱火、火一回消しちゃってもいいかもしれない、うん、もう余熱で大丈夫です。てってれー。 でごめんなさい、ポイントがある、ポイントが、はい、お兄さん、カード見てないね。あの、油を、フライパンの余分な油を、かたす、うん、しっかり取る、
これやっぱえぐみとかね、こういうのが美味しくないんで、しっかり取ってください。はい、これです。これ大事ですよ皆さん。これがもうこれポイントな。それやるかやらないかで、このソースにえぐみ入っちゃうんでね。なるほど。うわ、今のフライパンって本当綺麗になるわね。なりますね。あとこれでちょっと油分も、豚バラの油分を落としてる、はい、カロリーもね、いいと思います。ヘルシー、ほら綺麗に落ちました。落ちました。ほら、そしたら行きますよ。はい、行きましょう。火はね、火入れます。おー、もう美味しい。でもね、火を強くします。で、バター、隠し味のバター、香り、はい、このバターがまた溶けてくると照りも出ますからね。うわ、もう香りが OK ですね。 OK です。できてます。ちょっと混ぜてもらえば。うわ、なあ、美味しそう。さあ、盛り付けていきます。よいしょ。えらい大きさが違いますね。一応ね、えのきは同じように言ったんだけど、ナスの端っこと真ん中の差がね、あるよね。どう、どういう風に並べる、そうちゃん。また始まってほら、うん、始まりましたね、はい、でもあのやっちまうから絶対来る時間、このどうしようかって、はい、これでいい、普通でもうこういう、これが最後に巻いたやつ、ほら。でもタレバーッと絶対かけてくる、ね、お願いだ、これだけ逆にしてほしいの、向き。あ、そうですね、はい、で、タレを、うわ、で、食べる時にレモンを絞れば香りが立ちますんで、はい、はい、って完成でーす。はい、完成です。というわけでこの後は試食でーす。25分できた。試食のコーナーだよ。先週から試食のコーナーになっちゃったね。はい、ということで今日はですね、白崎さんがキノコのクリームフィットチーネを作りました。はい、はい、生物で一番大きい生き物が、はい、キノコですってよ、アンタさん。さあ、そして私たち2人が作ったのは、はい、キノコを使ったナスとエノキの豚バラ巻き。何やかんやって上手に出来上がりましたね。よかった、はい、丁寧に作れたと思います、はい、それではいただきます。さあ、どんなお味になっているでしょうか、はい、いかがか。最高、最高、うまっ。ベーコンとキノコ、おいしい。合う。コクがね、ちゃんとなめたけと生クリーム。そうだ、なめたけって出てこないよね。普通じゃないんだよね、だからね。乾燥ポルチーニだけとかも高いからね。イタリアンレストランにいるみたい、うん、簡単にね、できちゃう。ほんとだ、おいしいね。うん、高級食材、キノコなんか使わなくても、ね、ちゃんと噛めば噛むほどこうコクがね、最初薄いかなと思う、うん、全然お味バッチリ。さすが白崎人でございます、皆さん。美味しい、うん、うん、さあさあ、じゃあ次は豚肉、ちょっといってみよう。バラちょっとね、レモンもかけちゃってもいいと思います、うん、ソースにレモンも入ってますけど、またここでフレッシュ、うん、かけてください。レモンをギュッと絞って、こっちからドン、いくよ。これっ て, い, っていつもね、思うの、いくよ。沖縄人出すよ。えのきがさ、切れないで食べるときあるよね。わかる、うん、まず、それを覚悟で。そう、あら、いい音が鳴ったわね。えのきね、おー、さすが歯強い。さすが雪男、ね、山男。噛み切った、さすがっちだよ。あの難しいえのきを。ひなごんだよ、やっぱり。いかが、一発いったもんね。おいしいに決まってるじゃないですか。おいしいですか。そうですか、ちょっと甘めになってるんで、レモンをね、クッとして、美味しいかもしれない。たまらない、美味しい、うん、蒸し焼きにしたいにも分かった、あのお酒と水のバターがね、隠し味で、うん、効いてる、なるほどね、うん、なんで、やっぱり最後バターの風味もつけたいんだけど、豚バラってどうしても油多いじゃないですか、うん、だからやっぱあのフライパンの時に一回鍋肌をきれいにする、うん、あれはちょっとポイントなんで、ぜひこういうお料理をする時は皆さん鍋を必ずきれいにする、うん、癖をつけとくと、こっちのソースがちゃんと透き通ってて、ほんと変な正直、丁寧な味になってる、うん、ね、今日噛めば噛むほどまたこのシソの風味がふわーっと広がって、ほんとこれ美味しい、これ1個でご飯いっぱいいけるね、いけちゃいますね、ぜひやってみてください。ぜひ皆さん、番組の、はい、インスタグラム、はい、フォローしたらフォローお願い。ごちそうライフ3、次回も
お楽しみに。